きの北半田まで来ましたけどね、まあ、半田って言ったらね、まあ、だいぶ奥の北の方ではね大きい町になりますからね。でもなんでさっき青山で降りてみたかっていうと、なんかその有料道路通ってね行くのなら青山の駅のところがね一番近いんで、もしかしたらそっちの方からあるかなと思ったんですけど、北の方のが大きい町なんで、こっちからねもしかしたら走っとるバスかなんかないかなと思ってね、とりあえずこっちに出てみました。さあどうかな、半田大きいですからね。なんかすごいことになっとるな。さっきなんか走ってましたよね。へえ、実はタクシー名鉄の名鉄がこうなっちゃったの、名鉄でこうなってしまったのか。まあこの辺りはすごいですね、名鉄タクシーですからね。はあ、そうか、タクシーか、タクシーか、タクシーという手があるか。いやでもまあ高いだろう。バスは引き南の方に行きそうなバスってあるか。全部降り場だなこれ、乗り場がねえな。乗り場どこだ。バスの乗り場向こう側なんだ。お、ちなみに乗ってるな。引き南まで概算運賃3,400円。あー結構かかるな。ただ20分で行けるのか。名鉄がこう軽く1時間かかるってなってましたからね。書いてあるってことはワンチャンそういうルートがあるってことだろうな。これ全部乗車が小行きの方ですもんね。でセントレアとか常滑駅の方だもんな。あってもだってはスクールバスとかなんで、まあ、ないのか、ないか。よし、とりあえずちょっとお手洗い借りよう。どうしような、ちょっとお手洗いしながら考えよう。半田は半田でまた緩いキャラ作ってきてるんですね。さあでね、このこちらになんかいろんな、結構マルシェみたいな感じでね、いろんなお店が入ってるんですね。で、UFJ が入ってるんです。ここがすごい ATM 大行列できてましたけどね。さあ、こっからですよ、問題は。さあ、一応確認してみたけど、JR の下まで、JR の下まであれなんやけど、こっから先はな、結局やっぱ、こいつ時間かかっちゃうみたいだから、もう2時ですからね。そうなると向こう入るのが3時過ぎで、そこから先がだいぶ厳しくなりますからね。引き直タクシーの方がやっぱいいかな。 JR 前とりあえず行ってみますか。歩いて行ける距離だと思うんだけどな。JR の半田駅までは、木川の、あ、もう、前の通りを、あ、この前の道もストーンと行ったら、JR の半田駅の方に行けるんだ。でもこのままこっちからとりあえず行ってみましょうか。よいしょ。ああでもなんかすぐまあすぐ着きそうですけどね。一応駅間散歩って感じで行っておきましょうか、うん、あもう前に見えてた。そうなんだ、ほんと近いな。
四日市よりも全然近いですね。寿司なの。よくわからないけど、半田は寿司を捨てるのか。まあまあ海産物取れるところですけどね、下ですから。あ、もう JR のやつ見つきましたね。あ、そっちか。すごいな、相当低くいってますね。まあさすがに完全に120センチってわけじゃない。確か、あ、低いわ。すごいな。一応私が頭上げといた状態でぶつか、おー、髪の毛がちょっと吸い取るな、やっぱし。おお、間違えた、こっち自転車なんや。こういう風に分かれとるんや。んで、こっち側に駅舎がある感じなんかな。待って、電車来てんじゃん。これじゃ間に合わねえな。あ、駅舎変えてんだ。どこが入り口なんだこれ。ここか。あ、今だから仮駅舎なのかな。プレハブで組んでありますもんね。でこっちが酒と寄せのね、半田駅ってわけですね。こんな感じなんだ。こんな感じなんだ。よし。ワンちゃんが見合うか。無理かな。ちょっと渡らんとこから見つけ、あんながなさそうだな。よし。見事に行った後ですね。で、しまった、こっち30分に1本か。で、オーブから、乗り換えて、刈谷か、刈谷からまた名鉄に乗るといい感じで、一応ショートカットはできるんだけど、30分に1本だったらあれだったかな。おとなしく名鉄で行ってもあんま変わらなかったかな。ぼちぼちと行きましょう。そっか、多分建て替えるんでしょうね。こっち側にドーンと昔の駅舎があった感じだけども、取り返しが終わって、こっちは多分こっちの方を渡って向こう側に行ってっていう構造だったんでしょうね。あ、一応名所案内がありますよ。ほう、地域文化庁ね。
図書館ね、うん、はいはい、さっきコミュニティバスで走ってましたもんね。で、刈谷戸公園、まあ 1.3 キロ、海岸の眺望がいいじゃないですか。新南基地出世の記念館。だからさ、これ 2.5 キロじゃないよね、25キロどっちだ。でもこの感じは25ですよね。この点はあれですよね多分誰かがポンとつけた感じなんでしょうね。いや、だってあからさまに点がおかしいですもんね。いやー、で巣の里なんてあったの？あの、確かに知多半島ってなんか巣ね作ってるイメージは確かに、いや売ってますもんね。へー、あれでもこっちも無理やり点打ってある感じがあるから、これあれか、 2.5 なのかな、わかんねえ。と新見南吉出世の地がどこなのかが全くわからんからな。うん、で、これでもまた古そうな、めちゃくちゃ歴史はありそうな橋ですけどね。いや古いだろこれ。もう今はね使用できなくなってますけど、遺構のどっかに、この中に作りとかもね、鉄道霊感、でも漢字がこれ鉄道の字が旧字体だもんな。古そうだよな、どう見ても古そうなんだよな。すごいな。あ、こんにちは。明治、あ、そんな古いんですかこれ。あ、そうなんですね、もうすぐ駅舎変えますもんね。あ、そうなんだ、そんなに古いんですね。ありがとうございますどうぞどうぞ。今地元の方に教えていただきましたけど、この橋脚明治19年製らしいです。マジか、明治19年ってすげえな。じゃあもう本当に開業当時からそのまま使ってたんですね。まあ、確かに遺構の感じがねあれですもんね。ですから地元の方も結構写真、ね、撮られてはりますね。で、なんか博物館かどっかになんか移設するらしいですね。一旦ここから外して、へー、まあ、その辺りの紹介も分かればないですけど、そこら辺に書いてある、ホームにはゴミ箱などありません、全然関係なかった。あった、あ、確かによう見てみるとなんかこっそり書いてありますね。 JR 西湖の河川橋、マジで多分鉄道詳しい人だったら、うん、結構有名なやつなんでしょうね。全然知らなかった。へえ、歩いてこっち来てよかったね。ついでに乗り遅れてよかったわ数点乗ってたら全然気づかんまま行ってましたね。へえ、あ、でも確かにこの辺りも駅舎の感じはホームの、確かに結構歴史ありそうな感じはありますもんね。どっかにねないかな、遺構の、あ、あったあった、これこれこれ、試算表ね。おっと、これね M44 ってなってますよね。明治44年44年はえぐいな。だからあっちのが後ですけど、 あっちのが先に作られてますけど、言うてじゃあその後ね屋根も付けようかってなったんですけどね、
それも明治ってことですね。これはこの辺りも確かにホームの番号はねあれですけど、つけてるやつとかだいぶ確かに相当ありますよね。いやもう名刺を案内消したんだが、この駅って書いといた方がいいですよね。すごいな。そう、さっきの資産評価ね、どっかに貼ってないかな。だいたいああいう JR はああいう資産表っていうの貼って管理してるんで、 JR になってからね、後からペタ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 と貼ってる、やつにはなってますけど、あれを見るといつ作られたやつとかね、分かるっていうんでね、便利なんですけど、どっかにないかな、覗き込んでも見えるところに。ちょっと覗き込んでみてみようか。資産管理評判だしな。ないけど、確かに。手数とかでも扱ってきたんでしょうね。すごいわ。もう、おじいちゃん、おばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん。もう一つ先ぐらいまで全然余裕でいけますね。あれは何なんだろう。あれも多分明治時代でしょうね。赤レンガですもんね。あれかな、石炭の貯蔵庫とかかな。だからでもここでは組み込みとかしてないから、もう多分蒸気機関の時代からね、ずっとある駅ですから。今でこそ電化になりましたけど、電化になるの遅かったですからね、竹豊線は。結構最近までディーゼルカーが走ってたところですからね。へー、すごい。確かに低いし、あれですけど、どっか探したらないかな、鉄道資産票。あ、とかもう外してあんのかな、鉄道資産票。わかんねえな。その周りは、ないな。向こう側にも渡れませんからね。だいぶ苦心して作った感がありますよね。低いですもんね。そんなに高くないもんな、ここ。鉄道橋が、そう、普通はあれくらいの高さまで上げますもんね、今でしたら。ですけど、起きなかった。でも蒸気機関車これで通れたんですね。結構蒸気機関車ってでかいイメージやけど、まあ、こっちはそんなでかいの入れてなかったのかな。で、こっから先は新しく作ったんでしょうね。あからさまにこっから新しいもんな、ね、だいぶ違いますよね。ちなみにやっぱ駅前は名鉄の方のが栄えてるっていうのは栄えてそうですね、うん。あっちの方なんかいろいろ新しいお店とかもありましたもんね。複合施設なんかもできてましたし。で、こっちは半田信用金庫で。で、そういや、半田駅の前は知多新でしたね。うん。話、うん。真っ赤なんでカープっぽくもありますけどね。うん、でもいい雰囲気だな、これ。雰囲気あるんだけどな。多分この電柱は、後からつけたんでしょうね。無理やりくり抜いた感がありますもんね。なんで、あ、そうか、電化用の螺旋柱か、ね、これを貼るのに多分ここちょっと無理やり通したんでしょうね。へえ。でもないか、何用なんだこれは。でも完全に後からつけようの機械って感じですけどね。どうなってる？この先、うん、見えん。お、絶妙に見えんぞ。この電柱みたいな感じか。何用なんだ。ただ立ってる柱だよなこれ。今のところは。なんかホーム改造するのかな。あ、見えるな。なんかついてるかと思ったら。何もついてない、ただの柱ですね。何なんだろう。あ、でも何か用事がないとわざわざね、
この明治時代の遺構をね、穴開けてするってことは何かしらの理由があるんでしょうけど、わかんねえな、全然わかんねえや。あ、ちなみにあれですね、なんとなく気づいてましたけど、バリアフリーのバの字もない駅ではありますね。結構だからエレベーターもないのか、そこだけはちょっと大変そうですね。この辺りの駅名もまあまあ変わってますもんね。あのナリーワって書いてね、ナラワって読みますしね。オッカワもね、オツカワじゃないんだ、オッカワなんですね。面白いですね。ケチらずにタクシー乗った方が良かったかな。単純に時間のことだけ言うんだったら、絶対タクシーの方が早かったでしょうし、値段というかね、普通にこんな待ち時間がこんだけあるんだったら、素直にもう神宮前まで出た方のが早かったんじゃないかという気はひしひしとしますけど、まあでもいいもん見れましたからね。本当にあの建物だとこれだけは謎だな。トイレでもないですもんね。なんかの倉庫なのかな。あ、もちろんご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。コメントに書き込んでいただけるとすごくありがたいです。なんなんか、わからん。不思議なもんで、見慣れた電車ではあるんですけどね。関西本線でも走ってるやつだから。のんきに撮っとったけど一番端だよな、止まるの。まあいいや、どうせ行き違い待ちでしばらく止まってますもんね。まだ橋までは何分か時間ありますもんね。